C.S. スポルティングバスルイは、ルーマニアバスルイにホームを置く、サッカークラブである。2002年7月20日、元審判のアドリアン・ポルンボイオーナーにより、設立された。ディビジア C から設立1年で、ディビジア B への昇格に成功した。2004から05シーズンには2部優勝し、創設から3年で、ディビジア A に昇格した。2005から06シーズンは、 カ戦しつつも16クラブ中14位の成績で残留し、2008年には UEFA インタートとカップ出場と優勝も果たした。2009から10シーズンはリーグ3位、カップ戦準優勝という成績を収めた。2010から11シーズンには新監督にモトレアルマドリード監督のファンラモンロペスカロを招聘したが短期間で解任した。 CFR クルジュ同様に、外国人選手を多数獲得して、短期間での強化には成功したが、6位で終えた2013から14、シーズン終了後、財政難のため4部降格が決定した。アウェーゴールルールにより敗退。ありがとうございます。